いこと思っても大体同じ。これは統計値で書いてあります。ここのところはもう今後言い訳ができないなというふうに思いました。で、あとですね、他の人に比べて普通であれば3っていう点の違いだそうですね。で、5をですね、誰が見てもイケメン、誰が見ても美人、美人と同年と黒人は当店自慢のドリルカフェ、ニキロです。よろしくお願いします。マヨネーズのいい匂い。バジル。いただきます。ごちそうさまでした。肉厚がすごい。ジューシー。すっごい分厚い。具材がすごい。玉ねぎも入ってる。うん。熱い。熱い。最後、一口でいけるかな。
うん、熱い、うん、うまい。わあ、美味しかった。美味しかった、うん、ごちそうさまでした。フローリングにカーペットを敷こうと思ってます。これめくれるんですよね。これめくれるんですよね。ハッピーがね、歩きやすいようにと思って。また時間のある時にゆっくりやります。洗濯もできるし、掃除機もできるんですよね。で、撥水加工なんで。お子さんとかね、動物飼ってらっしゃる方にはいいと思う。安かったんですよ。これ8枚入りで1000円ぐらいだったかな。以上。じゃん。ドラッグストアみたいな、ディスカウントショップみたいなところで128円でした。これ昔からありますよね。すごい、1350本だって。この一本一本は1350本だって、すごいね。ビターチョコとホワイトチョコといちごチョコ。飲み物は見えるかな、ローズヒップティーです。珍しく、はあ、甘酸っぱい酸味が、はあ、すごい。なんか昔はもうちょっと大きかった気がするんだけど、横幅が。気のせい？気のせいか。久しぶり。1350本もある？音が、うん、いちごが一番際立ってるかな。うん、パキ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 って美味しい。あと1個にしておこう。いただきます。ちょっとまずルーを、うん、甘みがすごい、うん、コクがあって深みがある、美味しい。
チーズが。うまっ。お肉。肉おいしい。これカレーだけでも十分。うまっ。すっごい濃厚。おいしい。上品な味。レストランのカレーみたいな。完全にお店の味や。うまっ。すごい家で食べれるクオリティじゃないよ。家でこんなに美味しいカレー食べれるのすごい嬉しい。あ、これは美味しいわ。また食べたいもんね。美味しい。お肉、あ、大きいお肉が。とろけてなくなってった。お肉がね、あんな大きいお肉が飲み物になってる。チーズとも合う。美味しかった。ごちそうさまでした。じゃん。ごちそうさまでした。
ついてる。今明るくついてるね、うん、違う違う、声が大きいって言うだけ。ボリューム抑えて、うん、うまっ。